古川隆春は青森県青森市出身の男性アーチェリー選手。ロンドンオリンピック銀メダリスト、東京オリンピック銅メダリスト、現在近畿大学職員である。青森県立青森東高等学校時代に弓道をしたかったが部がなかったという理由でアーチェリーを始めた。2002年高校3年生の時に世界ジュニア選手権に出場。 第57回国民体育大会で優勝。2003年、近畿大学に進学。1年次から全日本アーチェリー王座決定戦のメンバーとして出場。アテネオリンピックに出場。個人で2回戦敗退、団体では8位となった。2007年のアーチェリー世界選手権では、ベスト16に入り北京オリンピック出場権を獲得した。北京オリンピックでは、 個人戦の1回戦で2度のシュートオフの末敗れた。ロンドンオリンピックでは、ランキングラウンドで720点満点中679点で5位となった。菊池駅、石津優と男子団体に出場、1回戦では、格上のインドを214の214から、シュートオフで敗ったが、準々決勝でアメリカ合衆国に1点差で敗れた。個人戦は1回戦で、 2回、二回戦で、ドミトロ・ハラチョーフ、三回戦でバード・ネステン、ノルウェー、準々決勝で、カイル・ル・アネワル・モハマド、準決勝で、リック・ファンデルフェンを、シュートオ負の末下して決勝に進出し、ゴマことに敗れたもののアテネオリンピックの山本博史、以来となる、銀メダルを獲得。2015年、コッペンハーゲンで開催された、世界選手権の3位決定戦で、エリアス・マラベを破り、 同メダルを獲得。2016年、リオデジャネイロオリンピックでは、準々決勝戦、ブレーディ・エリソンとの試合で敗退し8位に終わる。2018年、ジャカルタアジア大会のリカーブ混合では、杉本智美とのペアで、決勝で、北朝鮮ペアに6-0で勝利し、金メダルを獲得。2020年、東京オリンピックアーチェリー男子団体に、武藤博樹、 川田幸と共に出場し、3位決定戦で、オランダに勝ち、男子団体で日本初の表彰台となる、銅メダルを獲得した。2020年、東京オリンピックアーチリー男子個人では言う里氏一氏を7から3で下し、個人では2大会ぶりの表彰台となる、銅メダルを獲得した。ありがとうございます。